焦がれてる。マリさんのヒットの中からね、はい、すごいごまかしにくいようなものを選んだと思うんですよ。マリさんどう？私この歌が自分で一番好きなんです。あ、そう。だからとっても嬉しいです、うん、私もこのマリさんの歌が一番マリさんの歌が好きなんです、ね、あ、好き。それで難しいの承知で承知でやってみた。どうですか、はい、猪俣さん。マリちゃんの声とね、あさみちゃんの声っていうのは本質違うんですね、うん、で、なんとかそれに近づけようという努力は分かりました。でも七三でもってやっぱり自分の地声の方が勝ってしまったような感じがしました。それとビブラートがやっぱりちょっと細かかったかな。はい、どうもありがとうございます。小林あさみさん、努力賞。では大久保さん、総評お願いします。小林あさみさんはやはり歌はいい歌だ、歌だけども天地真理さんのモノマネするにはちょっと不適当ではなかったかと。